まず背景としてなぜデータベースの RDF 化が必要かという話からさせていただきたいと思います。まずかつてインターネットが出現したときに私たちは計算機同士にどういうケーブルがつながっているかということを意識せずにコンピューター同士がつなぐ世界というのが出現しました。ただしこの状況の下でも各コンピューターに蓄積される文書を知りうるためには文書のありかを何らかの手段で例えばメールで教えてもらったりとかで FTP やテルネットを使ったりとかあるいはゴファーやアーチのようなシステムを使った方もいらっしゃるかと思いますけれどもそういったものを使ってアクセスするしかなかった時代があったわけです。その後ワイルドワイドウェブが出現してハイパーリンク文書間のハイパーリンクというのが使えるようになりました。これによって文書がどこにあるかというのを意識せずにリンクをたどっていったりすることで利用できる世界が出現したわけです。これで、めでたしかというとそうでもなくて各文書に含まれているデータとか知識を得るためには文書ごとに、HTML パーザーを書いたりあるいは自然言語処理をしたりしてデータや知識を抽出していくしかなかったわけです。そしてライフサイエンスデータベースにおいては現状としてデータベースが増大して大規模化しているという現状があります。またその状況のもとデータを合わせることで、新しい知識が生まれる。そのためにはデータ共有と統合利用の仕組みが必須となってきています。ですので、ちょうど、ドキュメントで文書において、置き場などを意識せずにつないで利用できる世界をデータの世界でも実現したい。データの置き場や形式を意識せずにデータをつないで利用できるウェブオブデータを実現したいというのが、私たちのモチベーションです。これに RDF 技術を使って、実現するというのが利用したいと考えています。で RDF について簡単にご説明したいと思います。だいぶ皆さんもご存じの方が多いかと思いますが一応もう一度復習も兼ねてご紹介します。 RDF はデータ技術交換のための標準的枠組みで W3C でも標準仕様になっております。でこれは、の特徴としては主語、述語、目的語の三つ組で物の関係を表現します。物といってもちょっと抽象的ではあるんですけども遺伝子だったりタンパク質だったり生物種だったり化合物だったりデータの中に現れるものすべてですを対象としています。それらの関係を表現三つ組でというシンプルな形式で表現します。また、主語述語は URL などですね HTTP コロンみたいなものですけどもそういった、URL のような IRI だったりで目的語は IRI かリテラル、具体的な値ですね文字列だったり数値だったりそういったものをで表現されます。なのでこれによって何が良いかというと先ほど出てきました遺伝子とかタンパク質とか、生物質だ化合物だというものに対してグローバルにユニークな ID がつくわけです。 URL というグローバルな ID がつけることができるということ。そして、三つ組の集合は、それがデータとなりそれによって一つ一つのものに URL などのグローバルな ID をつけグラフとしてつなぐことで一つのグローバルなデータ空間を実現することができます。でライフサイエンスデータベースの分野でも世界的に RDF 化の流れが加速しております。2008年にユニプロットが RDF を採用したのをはじめとしてバイオツ RDF あと PDB などが、RDF を採用しその去年の10月には、EBI のが RDF プラットフォームをリリースしました。でその後も、NCBI のパブケムですとかアンサンブルといったメジャーなデータベースが RDF の、RDF 化の動きをしています。この、流れの中で、DBCS は どのように関わってきたかといいます と、2010年のに、バイオハッカー、国際技術者会議である技術者合宿でありますバイオハッカーソンというのを毎年やっているんですけども2010年以降に私たちは RDF 化をそれをテーマにしましてそれ以降ずっと着手してきております。
また2011年からは NBDC の基盤技術開発プログラムで RDF 化をさらに推し進めてまいりました。そして、今年から、NBDC と共同研究を進めているわけなんですけれども、それにおける RDF 化の取り組みとしては、RDF 化されていない有用なデータベース、これまで開発されてきた RDF データや外部の RDF データとともに、RDF 化されていない有用データベースですとか、あるいはRDF になっていない文献の中の知識ですとか、そして今統合化推進のデータベースで作られてくるデータベース、そういったものを RDF 化してこれまで私たちが作ってきた RDF データだったり外部で作られてきた RDF データと合わせて一つのグラフとして集約していく、そういうことをやっていきたいと思います。でここではそれぞれの RDF この左側の3つに対しての DBCLS の取り組みをご紹介したいと思います。 RDF 化されていない有用 DB については RDF 化ツールの開発ですとかデータのキュレーションを行っているんですけども、行っています。例えば統合 DB というシステムを開発しておりますけれども、これは手持ちの表データをこのアップロードしますと RDF データベースとして利用できるというものです。また統合ウェブサービスではという、サービスでは公共 DB、 例えば NCBI だったり KEG だったりそういった公共 DB のを統合ウェブサービスを通じて RDF データを取り出すことができるようになっています。でこれらを通じて自分の持っているデータだったりあるいは公共データベースだったりするものを、一つのグラフに、していくことができるわけです。また文献の中にある知識を RDF 化するツールについても開発を進めており、パブアノテーションというシステムを作っているんですけれども、これはパブメドの文献に埋もれた知識を RDF 化するものでするものです。でパブメドの文献のアノテーションを標準化してそれを RDF 化するという形で RDF を取り出せるようになっています。またDB シリーズで作成している日本語文献についても RDF 化を進めておりまして、それはポスターの7番で詳しく説明しておりますので、よろしければご覧ください。で、これらの文献から得た知識とも一つのグラフへと集約することができます。さらに、RDF 統合化推進のデータベースについては技術支援を行っています。そのためにスパークルソンという会合を1ヶ月に1回2日間 DBCLS 主催で行っております。で次回は10月の27、28、柏だった DBCLS だったと思うんですけどもで行う予定です。で統合化推進の方はもちろんなんですけども、それ以外の方でも RDF とか、そういうものに興味がある方はぜひ参加していただければと思います。でこれらも、一つのグラフにしていければというふうに思います。で目指す世界としてはちょっと繰り返しになってしまいますけれども、データの置き場や形式を意識せずにデータをつないで利用できる世界です。で例えばこれが実現されるとユーザーが日本人の BRAF の SNP の統計情報とそれに関連する病気を知りたいと思ったときに、それを自然言語でポンと入れるとRDF の検索言語へ、スパークルというのが標準的なものですけれども、それへ変換されて、そして先ほどの、いろんなデータが、統合化推進のデータベースだったり、文献の知識だったり、あるいは公共のデータベースだったり、そういったものが一つのグラフになったものに検索をかけて返して、その結果をまた可視化して見せてあげる、そういう世界が実現できるのではないかと思っております。でその実現に向けて平成28年度の達成目標なんですけれども、DB の RDF 化による分野を超えた統合化を実現するために、RDF データを揃えていくっていうのが、先ほどの3つの活動で揃えていくわけですけれども、それを情報系生物研究者にデータをそのままダウンロードできるようにしたり、あるいはウェブ API などを
用意するだけではなく、今後実験系生物研究者のニーズに沿って、そのサービスも強化していきたいと考えています。で、こちらの、実験系生物研究者向けの DB サービスについて、現在できているものについてご紹介していきたいと思います。質問応答システム、先ほど自然言語で質問すると答えが返ってくるというシステムのについては、ロート QA というサービスが現在利用可能となっています。例えば、歌舞伎シンドロームに Fat Anatomical Abnormality is Associated with 歌舞伎シンドロームという入力を入れますと、それに、を検索言語である Sparkle に変換し、さらにこう結果が返ってくる。ここまでは一応できるようになっています。ただ、今後ユーザビリティの向上ですとか、日本語化ですとか、あるいは検索結果をもっと見やすくするなどの、改良を、予定しております。あと、統合ゲノムのご紹介をしたいと思います。これは RDF で集積したゲノム情報を遺伝子機能、生物種、表現系、環境等の条件の組み合わせのによる絞り込み検索ができるシステムです。で、絞り込んだ検索結果は可視化した一覧性の高いレポートで表示することができます。このレポート表示のを支える基盤的なシステムとして統合スタンザがあります。これはスパークル検索した結果を可視化するためのシステムで、統合ゲノムのみならず マイクローブ DB、 シアノベース等の表示に利用されています。例えば、ゲノミックコンテクストは、こういうですとか、プロテインオーソログですとか、ヌクレオチドシーケンスとか、そういう部品、可視化の部品をたくさんこう用意してあげて、それを、してあげることができるシステムで、ユーザーが自由に作ることもできますし、人が作ったものを、他の人が利用することもできるシステムになっております。現在、統合ゲノム上では約40種のスタンザを提供しています。これもポスターで、詳しくご説明しておりますので、ポスターの5番をご覧いただければと思います。また、今まで RDF の上で何ができるかという話をしてきたんですけれども、その活用をもっと掘り起こすためには、実験系生物学者のニーズに沿って、ニーズを掘り起こし、ユースケースをこう掘り起こしていくことが必要になってくると思うんですけれども、そのために、なってくると思います。で、現状、実験系生物学者のニーズの代表ということで、NGS 実験データを簡単に再利用検索できる環境の構築を目指しています。で、具体的には、NGS データ現状ある NGS データに公共 DB から、メタデータを整理して作成し、その、NGS データを実際に持っている DDBJ と連携しながら解析や検索ができるツールを開発していくことを目指しています。で、出来上がったメタデータは、この時点、出来上がった時点では RDF にはなっていないんですけども、将来的には RDF にして一つのデータに取り込んでいければと考えています。詳しくはポスターの27番28番をご覧ください。で、この NGS データ利用環境において利用可能である、現状利用可能な技術やサービスとしては、として2つをちょっと挙げています。1つ目は遺伝子発現のデータのリファレンスである FX です。これは異なる実験データの遺伝子発現データを統合して参照データとして整理したものですけども、現在 NGS データ NGS の利用方法として遺伝子発現というのは非常に重要な利用方法となっておりますので、そこでこれは利用できるのではないかと考えています。また、遺伝子ですとか塩基配列の検索技術として Google なゲゲゲノムなどが、現在利用可能な技術となっております。これらは、汎用的な遺伝子検索でしたり、塩基配列検索システムとなっておりますので、NGS データにはもちろん他のデータにもいろいろ利用できる技術であると考えています。
で詳しくはこちらもポスターの20番と、30番をご覧ください。またこれは実験系生物研究者には、限定されないんですけども、日本における、日本におけるセンターということで日本語コンテンツの拡充も、行っています。でライフサイエンスデータベース、具体的にはライフサイエンス分野のデータベースやツールの動画教材である統合 TV の整備ですとか、ライフサイエンスを解説する日本語テキストの整備として新着論文デビューですとか、領域融合デビューなど のサービスを行っています。で、これもポスター7番でも紹介していますけれども、新着論文レビューについてはもうRDF 化を進めておりまして、今後日本語コンテンツがより充実してその上での RDF 化が進んでいけば、RDF のデータとともに日本語の解説なども見れるような、そういう世界が出てできるのではないかと思います。でまとめといたしまして、有用な統合データベースの実現には統合化推進プログラムのデータを含めて網羅的に幅広い種類のデータを RDF 化する、そして Web of Data の世界を実現することが望ましい。その実現に向けて DB の RDF 化への取り組みと RDF 上でのアプリケーション開発を進めると同時に、実験系生物研究者ニーズに沿ったサービス開発もをこれまでの技術の蓄積を生かして行っています。以上です。